ハロー YouTube! えー、岡田正俊さん、金子裕二さんの、えー、引退セレモニーが、無事、終わりました。両選手、お疲れ様でした。なんも無事じゃねえよ西武球団何してんだよあーパーリーグ TV とかでね、 ゆっくり見させてもらったよ。岡田選手の引退 PV メッセージ森友や浅村秀人を出しといてね。なんで山川穂高様出さねえんだよ。中川家の霊児さんが花束を持ってきた。それはいいよ。でも、岡田の同期である山川穂高様を ミソッカスにして、そんな非人道的なことあるあのさ、同期っていうのは特別な関係なの。俺も昔さ、新卒で同期いたけど、まあ同期の方が俺より仕事できたよ。まあ俺ができなかったってのもあるけど。でもさ、同期が活躍して悔しいとか妬む気持ちも正直あったけど、 まあ彼らの活躍をね、どっか別のところで喜んでた自分もある。まあそれはさ、仕事人としてはダメかもしんないけど、やっぱりね、特別な感情ってどうしてもね、同期の選手には出てくんの。まあ、それは一般の社会でもそうだけど、そんなね、特別な関係だった山川穂高様と、 岡田正都さんの絆を踏みにじるようなインスタマネをしやがって。バカ野郎バカ球団これ誹謗中傷なんのちょっと近くないあとさ、金子裕二の引退セレモニー。西部にいた秋山翔子さんだけでなく、まあ、今度引退する青木のりさんも、 メッセージ、PV に、出てた。うん。でも、穂高様は、出ない。出さない。なんだそれ。メヒアまで出し、出しといてさ、穂高様を登場させないって、どういうことですかマジで。うん。メヒアはさ、岡田か。あと中田翔か。うん。 ひどいよ、本当に。マジで。何やってんのあと、小倉さんから、あの、セーブファンで有名な、あの、元アナウンサーの、小倉さんも、金子裕二の、引退メッセージ、PV に出てたけどさ、穂高様はどこにも出てなかった。レフト、レフトスタンドに、いた、セーブファンも、怒れよ。 山川穂高様をミソッカスにしてさ、何がしたいの穂高様は十分、心を痛めて、今めたよ何なのそれ。何西武球団。山川穂高様に対する復讐心でもあるのか確かに穂高様は、やっちゃいけないことやった。ラッピング、ラッピング電車も、山川穂高様のために、張り替えた。いろいろあるよ。 でもさ、山川穂高様に謝罪の場を設けなかったこととか、物議かもしてるけどさ、山川穂高様は本当にね、みんなにもっと胸を張って謝罪し、いつか本当の意味で償ったら、もう一回ね、FA でライオンズに戻ろうとしてんの。うん。今、ホークスにレンタルしてる状態なの。山川穂高様は、 ライオンズの生え抜き。近藤健介は、ホークスの生え抜き。健介がね、日本ハムのユニフォーム着た、粉画像が出回ってるけどさ。ま、あそれはともかく。やり直せまだ、ホーム試合もいっぱい残ってるし、その中で、金子裕二と、岡田正俊の引退試合を、もう一度、同じ日でいい日や。同じ日。 ゲームでいいから、やり直して、できるだけ長い時間、山川穂高様のメッセージ PV を頼んで作ってこい。土下座しても頼め。この三人。穂高様、岡田正俊金子祐一。ライオンズファンをなめるなよ。マジで。今年再開でフラストレーション溜まってるけどさ、穂高様の PV を金子、岡田に見せればさ、 まだ気持ち、救われたところあったのに、全部、台無し、台無しに仕上がって。バカ野郎本当に許,許せねえよ。これ、誹謗中傷とか、あれだよ言論統制。うん。マジで。逆に許せねえよ。俺たちライオンズさんは、今、冷静さを書こうとしてます。説明してください。西部球団。 俺が言いたいのは、とりあえずこれだけ。やり直せ。引退セレモニー、やり直してくれアリーベデルチ。